ご苦労だった。ヘレティックの破片は無事に回収した。超高密度の十二重セキュリティボックスアトラスケースを使って運び、現在は成分の分析を進めている。もうすぐ結果が出るだろう。ホールドスリープに入った。侵食がさらに進むことはないが、戦力としては使えないだろう。記憶消去はしないのですか？ああ、主演が必死に反対してね。方法が見つかるまでそのまま保管するつもりらしい。報告上ではラプチャーの触手にやられたとされていた。しかしお前は侵食されていない。そうです。記憶消去についてどこまで知っている？では話が早い。侵食は妊婦にラプチャーのコードを入れて変化させる仕組みだ。変化した妊婦は脳に強制的な命令を持続的に下す。つまりラプチャーの手下になるのだ。侵食コードが入っていた触手にやられてもお前が正常だということは、脳に妊婦がないという話になる。つまり記憶消去が効かなかったのは事実だったのだな。はい、事実です。それでも調査は必要だ。ああ、ゆっくりやることにしよう。本当に脳を開けるの？いや、スキャンで十分だ。妊婦の有無を確認するだけだからね。ふう。重要なのはどんな経緯でアンチェインドに暴露し脳の妊婦が消失したかだな。まだ心当たりはないか？ありません。まあ構わない、ゆっくり調べればいいから。ない。中央政府のデータベースに情報があるの。ナノマシンを削除するという内容しかなかった。お前たちの知っている情報が全てだということだ。起源はどこなのか、どんな物質で構成されているかは記録されていない。しかしずっと言っているが、時間の問題だ。お前の持っている弾丸はまだそのままだ。ラピはアンチェインドに暴露したという経歴がある。つまりアンチェインドは一つではないということだ。ここまで情報があるならあとは時間をかければ解決する。あ、調査結果の前後の事情を合わせれば大まかな状況は推測できるが、まあヘレティックの破片の成分分析が終われば確信が持てるだろう。あの箱の中に入っていたものは？ニケだ、間違いない。そうですか。それも含めて調査中だ。もう少し待ってくれたまえ。では前哨基地に戻って休むよ。新しい情報が入ったら知らせよ。すぐに前哨基地へ帰るなら同行する。護衛だ。座って。長く滞在するつもりか？立ったまま聞こう。お前は何しに来たの？正式に招待された。誰かさんとは違ってね。主演打ちましょうか？ダメだよ三原、主演の表情がもっと険しくなってからじゃないと。ああそうだったわね、ごめんね。大丈夫、ちょっとずつ前の三原に戻っているから。久しぶりだねユニ。うん、久しぶり。三原も久しぶりです。え、私を知っているの？三原、ユニがこの子たちについていっぱい話したよ。思い出せないよ。あ、カウンターズ、アニスとネオン、ラピだったわよね。久しぶりね。はい、元気でしたか？ええ、元気よ。挨
察は終わった？いくら必要かしら？お金、いくら必要なのか聞いてるのよ。アンチェインド、いくら払ったら渡してくれるの？言って。いいねで払うから。どこから聞いた、その情報は。私も CEO だよ。お前とアンダーソンで隠せると思うの？お前持ってるわね。私に売りなさい。買うから売りなさい。そうよ、悪い。妊婦を殺すらしいわね。じゃあ侵食状態も治療できるでしょ。だから売りなさい。扱いが全然違わない。差別がひどすぎるわよ。何？ニケを鉄くず呼ばわりして荒っぽく扱うくせに、なんでメティスだけ溺愛するのかしら。ただのニケでしょ。あなたからすればメティスも他のニケでも同じじゃないの？三原がああなった時には何もしなかったくせに、なんで今さら大切なふりしてるのかしら。あの子たちは特別なの。道端に転がってる鉄くずとは全然違うのよ。何がそんなに特別なの？そんなのお前とは関係ないでしょ。アンチェインドを売りなさい。じゃあタダで渡しなさい。無茶を言うな。あまりにも残忍な言葉だから控えていたの。今回の作戦はメティスが全て台無しにした。橋を壊したこと、侵食されてカウンターズやアブソルートが危険にさらされたこと、それにより作戦費用が膨らんだだけでなく、私は最後の切り札まで露出させた。これに対する責任はどうやって取るつもりだ。なのにアンチェインドをよこせと。ズーズーシーにも程がある。じゃあ、あの鉄くずでも貸してちょうだい。アンチェインドに暴露されたって？だから記憶消去も効かなかったし、侵食もされなかったそうじゃない。貴様、極秘情報を勝手に喋るな。調査は全部私がやる。費用も何もかも私が持つから、貸してちょうだい。ちょっと、何が問題なの？私がこんなに頼んでいるのに、お前のような分際で私を無視するの？お金あげるって、いくらでもあげると言っているでしょ。あの子たちを助けないといけないの。これがどんなに重要なことかわからないの？三原。はい。感覚を交換して自害しなさい。頭を壊して。あらあら、いい加減にしろ。殺人は許さない。ここにいる私が誰だか忘れたのか？邪魔しないでよ、おばさん。お前を助けているのだ、このマヌケ。は？それを信じろって？その方法必ず探し出しなさいよ。そしたら土下座でも何でもしてあげるから。その代わり、見つけられなかったら私がお前を殺す。一緒に来てよかったな。シュエンはメティスとどんな関係なの？なんであそこまでするの？ラッピー、ユニ、ラピは記憶が消されてないんだ。三原とラピは一緒に記憶消去されたのに、ラピは全部覚えているんだ。三原は全部忘れたのに、ラピはいいな、全
部覚えていて、三原は覚えていないのに。ラピはいいな。アニスとネオンとずっと仲良く暮らせて。三原はユニとあまり仲良くないのに。ラピはいいな。生きていて。三原は死んだのに。ユニ。私も行くわ。またね。いいえ、痛いです。戻られましたか。ちょうど整理が終わったところです。何か慌ただしいな。事故がありました。報告を。はい。ヘレティックの破片は、マテリアル H と呼びます。文字数があまり変わってないわね。マテリアル H の成分は、多数のナノマシンで構成されていることを確認。電気刺激で反応を調べてみました。電気刺激を与えた直後、触手型のデバイスが放出され、近くにいた2機、18機を同時に攻撃。無力化した後、吸収しました。吸収？はい。人間及び機械には反応せず、2機のみに反応し、吸収しました。吸収後には、重量が 378g 増加しました。それだけ？吸収過程で特定のプロセスを経て、ニケを完全に分解し、必要な物質のみを吸収したものと思われます。事故後、現在はアトラスケースに保管しています。ヘレティックの破片、いや、マテリアル H の現在の重量は？およそ12キロです。現在まで、450機余りのニケを吸収したとみられます。じゃあ、地下施設にあったたくさんの箱は、やっぱり。地下施設に関する調査結果も、先ほど確定されました。お聞きになりますか？よろしく頼む。情報部が言っていました。地下施設は、アリの巣だと。カウンターズ、アブソルート。メティス連合が確認した地下施設は、そのごく一部。地下施設は、一帯に広がっています。まだその規模は完璧に把握していませんが、半径20キロに迫ると思われます。そして、すべての道が、一箇所へ繋がっています。マテリアル H が位置していた、中心部です。動く道でパニック状態にしたり、触手で侵食状態にします。マテリアル H との距離が近い場合は、すぐに餌として送り、距離が遠い場合は、一定距離ごとに存在する保管所に保管します。地下施設の目的は、ニケを使ってマテリアル H を拡張。最終的には、ヘレティックを復活させることに間違いありません。アリの巣ではなく、培養施設だったな。地下施設に保管されていたニケの数は約200機と推定されます。地上で迷子になったり、任務で脱落したニケたちが餌食になったとみられます。地下施設の付近で MIA になったニケの数とほぼ一致していますから。ルドミラが言ってたわ。ここ数年、迷子になったニケを見かけないと。全部あっちに流れていたのね。地下施設内にいるラプチャーの兵力は？地下施設の規模に比べれば多い方ではないので、すぐに制圧できると判断されましたが、ヘレティック、モダニアが参戦したため、現在は全ての分隊が退却した状態です。マリア。報告は以上です。あ。これは打測ですが。なんだ？ラプチャーが作った地下施設は、その構造や形がアークと酷似していました。縮小版と言ってもいいほどです。そうか。ご苦労だった、マナ。はい。
皆来たか。あ、I'm here。 総力戦を準備する。目的は2つ、地下施設の破壊およびヘレティック・モダニアの確保、あるいは破壊だ。成功すれば人類は地上奪還へ大きく近づくはず。作戦は？地下施設の壁面に爆発物を設置する。それを一気に爆発させ地下施設を埋没させるのが第一フェーズ。地下施設は通路が狭い上、ラプチャーやヘレティックがいる。機動力が高く戦闘力が優秀な分隊をそれぞれ選抜したまえ。アブソルートが適任だな。 My wild girls、 カフェスイーティーを送りますよ。こっちはいないわ。わかった。地下施設を埋没させたらモダニアが地上へ上がってくるだろう。当然その時点で地上に相当数のラプチャーが存在するはずだ。トーカティブも間違いなく参戦するだろう。ラプチャーを倒しつつモダニアへの道を開くのが第二フェーズ。モダニアへの道が確保された瞬間からファイナルフェーズに突入だ。ファイナルフェーズはモダニアの確保が最優先事項だ。破壊じゃなくて？そう。どうするつもりだ？カウンターズ、特殊別動隊をヘレティックと接触させる予定だ。なんとかしろ。本当にマリアンを救いたいなら説得でも情に訴えてでもなんとかしろ。機会を与えているのだ。お前のおかげでここまで来たのだからな。ただし説得が失敗したと判断した瞬間、アンチェインドをヘレティックに撃つ。これを最優先にしてくれたまえ。ヘレティックの構成物質がナノマシンだということが分かった以上、君の持つたった一発のアンチェインドはヘレティックへの決定的な一発になるだろう。どうなるかは私も分からない。死ぬかもしれないし、何も起こらないかもしれない。奇跡が起きるかもしれない。個人的な願いを言うなら、私はハッピーエンドを好む。作戦開始は明日の早朝5時。君は少し休みたまえ。他は後で私と詳しい話をするとしよう。おい、明日乱入する。覚えておけ。トーカティブは私に任せておけ。あいつは私が始末しないといけないからだ。では、休め。